私の解釈はですね、一担当者というけれど、これはやっぱり、現場の責任者ですかね、チーフプロデューサーというのは、要するに仕事を全部職種を分称されている中で、まあ、非常に大事な職ですから、でそういう人がそういう発言したということは、これはやっぱりそういう意識がいるかもわからない。だから一担当者がなんか軽く言ったということよりも、むしろ本当にそういったことになっているのかもわからないんで、だからここでは私もはガバナンス体制をさらに徹底してくださいと、要するにきちんと皆さんそういう意識でやってますかということをですね、やってくださいというのがあって、これはもし現場の責任者がそういうことを研修権はのことについても、もしそういう認識がね、現場の責任者にあるんであれば、これは大きな問題だという認識ですね。それで私どもはこれはガバナンスとして仕切ってやってくださいと言ったらだけです。研修権は分証されてるでしょ。それは分証されてるんですが、だからそういう認識はちゃんとなってますか。要するに、いやいやもう会長は編集制作に関与しないんだと、要するにあたかも編集権がないかのような発言があって、それは本当に大丈夫ですかということですよね。これはですね、会長名の文書を出せないですかというふうに今日本郵政の側から、求められまして、この番組の、責任者はそのチーフプロデューサー等でありまして、で私たちが番組については責任を、持っておりますので、私たちの名前で、出したいと思います。でもそれでは困りますという、まあ、お話だったんですが、チーフプロデューサーは、文章されているということは認識しております。それは番組については我々が責任を持って対応します、まあ、言ってるわけです。ただそのことについてちゃんと編集権は会長にありますけれども文章されてますというふうな十分な説明ができていなかった。編集権が会長にあるということを言わなかったのが悪いんですか。その会長にあるという、説明の仕方がやっぱり不十分だったと。だからそういう意味でそういう発言をするということについては、これは事実だったということが確認した。森下さんが今回 会長厳重注意経営委員会がしたのは、チーフプロデューサーが放送法違反をした疑いがあるから、その疑いを払拭できないから厳重注意したということですね。木田さん、皆さんはチーフプロデューサーに放送法違反をするような教育をされてるんですか。え、そんなことはありません。放送法のちゃんと理解を、新入生からちゃんと教えております。公共放送は非常に重くて、放送法を作っているのは公共放送のその独立性、言論の自由、報道の自由、これを守るためなんです。でそれをチーフプロデューサーたる者が放送法違反をしたかもわからないということで会長が厳重注意されるとしたら、それ NHK 解体ですよ。議事録についてはですね、先ほど言いましたように、非公表を前提に情報交換あるいは意見交換をしておりますので、これは出すことはできません。それで基本的にこの議題に関するものはこの5点だけだということを確認しておりますので、この他のものは内容的にはありませんのでですね、でこれで私どもは理解していただけるということで考えております。理解しません。お願いいたします。理解しません。NHK 予算って国会審議しますからね。本当にその放送法が守られているか、現場に対して不当な圧力がないか、圧力があるようなところに受信料を払うわけいかないんですよ。だから皆さん、 NHK は経営委員は受信料で成り立ってるっていうことをお分かりですか。最初からその非公表で、そんなことは41条を想定してませんか。ぜひ公表してください。この5点ではできません。はい、ちょっと誤解ができませんけど、41条の中でですね、経営委員会が定めに従ってというものがあって、それで先ほど言いましたように、利害があるものとかいろいろものについては除外するということを、非公表にするということをちゃんと明記しておるわけです。だから私どもそれに従ってこういうそのいろいろと差し上げるものについては非公表ということでやっておりますので、それはその前提で議論しておりますので、それは
その記録と資料を残していますけど、出すわけに、こういった公表するわけにいかないので、必要なところはこういう格好で公表をいたしました。これで理解をしていただきたいと思います。それはあなたがさっきから何回も NHK があの日本郵政に納得いかなかったと言われる以上に納得いきませんので、委員会でそこは質疑します。